こんにちは、真野さんです。ですね、毎回これやってるんですけど、こうつい書店とか、コンビニとか、並んでる本をですね買ってしまうことがありまして、今日紹介する買ってきたやつはですね、こちらでございます。別冊ランドネアウトドア防災ブック、アウトドアで防災ブックですね。この人、これランドネっていう雑誌はご存知の方もいると思いますが、女性をメインターゲットにしたアウトドア雑誌のランドネというのがあります。そのアウトドア雑誌からさらにこの防災ブックというのでね、こう出ました。これね、ちょっと見た時、あ、出たなと思ったんですね。僕自身は防災にはすごく、すごく興味が関心は高いんですが、どうもこう出ているのがね、こう妙にこう危機意識を煽るというか、防災、僕の言い方で言うと防災しているっていう言い方にするんですけど、なんかね、こう非常持ち出し袋に赤いこう十字がくっきりはっきり書いてるっていう、あの感覚がなかなかこうちょっと違うかなっていうのをいつも思ってるんですね。それに対して、どちらかというとこのアウトドアのノウハウというのが実は災害の時に非常に役立つということは、いろんな僕の友人のアウトドアやってる人たち、ナチュラリストの人たちとかで言ってた内容で、確かにこうアウトドアでサバイバル術とかそういったものがこう災害の時に、ある意味役に立ってくることがあるなというのは感じてました。そんな中でこういうね、この分かります、ここ自然を愛して身を守るって書いてあるんですよ、これね。なんかいいですよね、こういう、いわゆるアウトドアを楽しむという、そういったノウハウ、テクニックとかノウハウがそのまま防災にも役立てますよっていうことで、逆にこれという形でその橋渡しをするような雑誌がっていうか、ムックなんですけど、別冊として出たというのはすごく結構嬉しい話でございます。で、目次を見てみますね。プロローグ、それから日本というフィールドの魅力と内容を内在するリスクを考えるか、日本列島の今と心構え、それから災害をシミュレーションですね、災害対策の原則と基本、アプリ、ウェブサイト、それから災害で頼れるアウトドアギア、災害時に役立つ 食の知識、災害後生き延びるために覚えておきたいファーストエイドのこと、アウトドアメーカーの災害時の取り組み、アウトドアメーカーさんも災害時に取り組んでいるということが書かれています。こんな感じでちょっと見ていきましょうか。基本的にこのアウトドア雑誌の別冊ということなので、面白い方がいらっしゃいますけどね、安藤理須さん、アウトドア防災ガイドさんいたりとか、弁護士の長野海さんかなっていう方の対談ずっとあって、災害をシミュレーションするということでは、ここに、災害発生のメカニズムを知るというインデックスが書かれています。これにはですね、地震とそれから噴火、御嶽山とかああいった、出来事がありました。それから津波は大体、地震とセットなんですけどね、津波があります。それから、今年の夏から秋にかけてこの台風が非常に大きな被害をもたらしましたけど、その台風天気図の見方とかも、少し書いてます。それから、平常時からの準備ということも書かれていますね。まず、災害対策の原則と基本ということでまず押さえておいて、いろいろこの警報レベルの情報が 1,2,3,5 段階になりましたとかね、そんなのも書かれています。いいなこれ。この人ですね、荒木健太郎さん、天気の子での気象監視をされた荒木さんが、本当にね、最近すごくいろんな情報を出してくれまして、雲を愛することが防災につながるなんてことでね、雲の見方とか、面白いですね、これ。いいですね。それから災害で頼れるアウトドアギアということで、チェックリストなんかも書いてあります。これもいいな。ウォーターボトル、LED ライトなんていうのもいいですよね。停電の時に結構役に立ちます、これ。ここには書いてないんですけど、この間やったのは100円ショップで売ってた、透明じゃなくて乳白色のちっちゃい
あの100円ショップで売ってる傘、あれを天井から吊るして LED ライトをやると結構拡散するんで面白いなと思いました。あとクッカーバーナー、これでもそうですね、あるといいですよね。でも意外とね、こういうアウトドアのクッカーもいいんですけど、まあ、いわゆるカセットコンロだけで結構十分なのかなっていうのはあります。あ、カセットコンロ出てた。うん。それからナイフですね。これね、微妙なのがナイフって、持ち歩い、本当はある意味ね、軽犯罪法違反になるんですよ、これって。こういうの持ってますなんてお巡りさんにね、職質されたお巡りさんに出すとですね、必ず署まで連れていかれてしまうということがありますので、ナイフに関しては、この持ち歩きに関してはちょっと微妙なんですけど、まあこれもあるとないとでは全然違います。あとロープ、あ、テントですね。防災、特に防災用のテントということではなく、日常的なアウトドアのグッズが、まあ、そういった時に役に立つ、スリーピンググッズ、寝袋ですね。これもいいですね。寝袋ね、寝慣れておくといいですよね。あとウェア、特に冬、災害があった時とかね、ウェア気にします。そんなの、あ、バックパック持ってきますね。ライフジャケット、これは水辺か、水辺ですね。あ、それからヘルメット、ヘルメットが必要な災害ってなかなか、まあ、火山の噴火とかね、そういったことがありますけど、まあ、持ってるに越したことはないかなと思います。その他お役立ちアイテム、いろいろありますね。ホイッスルでね、結構重要です、これ。瓦礫に結構埋もれちゃったりとかね、そういったこともあるし、ね、なんて言ったらいいのかな、本当に災害時、いざっていうか、そういう自分が被災者になった時に助けてくださいっていう声を上げることって、実はできなくなることがあります。声が出なくなっちゃうんです。その時にこのホイッスルが手元にあると、ピピーとかってね、ホイッスルを鳴らすことで助けを呼ぶことができますので、これは持ってるといいですよね。まあ、そんなのがあります。あと食の知識、水、非常食と一緒に持つ道具、いいですね。チェックリストもこれね、あ、面白い、これ切り抜きのチェックリストができてますね。切り抜いて使えるというやつができます。それで、あと他にも海のサマースクール、あー、救助スキルを身につけよう、なるほどね、こういうのもありますね。覚えておきたいファーストエイドのこと、まあ、応急処置といいますか、怪我をした時のやつですが、それなども しっかり書かれています。定番のファーストエイドキットっていうのもいいですね。漫画家鈴木智子さんの愛用アイテム、イラスト付きで紹介されてます。非常時に役立つアウトドアアイテム、こんなのもね、いいですよね。それとアウトドアメーカーの災害時の取り組みということで、コールマンさんお世話になってます。モンベルさんお世話になってます。スノーピークさんね、これもお世話になってます。キーンさんはね、ちょっと知らなかったけど、まあ、結構こういう会社さんですね、アウトドアグッズの会社さんが、災害時にこういう活動をしましたよということで、支援活動とかを書かれています。あと災害ボランティア Q&A、 災害ボランティアでね、助けに行きたいとかお手伝いしたいという時に、まあ、どういうことを考えたらいいかってこともちゃんと書かれています。何を持っていけばいいのかとか、現地についてまずやることはとかね、あ、いいですね。あ、これいいな、この災害ボランティアの Q&A ってこれだけでも結構いいな。そうですね、被災地の今結構これ、ランドネだからもうちょっとこう、まあ、女性向きのアウトドア雑誌ですからね、ランドネなので、もうちょっと軽いのかなと思ったら、しっかり結構防災に関して総合的にまとめてあります。ある意味これ一冊、とりあえずこれ一冊あるといいかなって思うんですね、思うぐらいです。ちなみにこの別冊ランドネアウトドアで防災ブックですが、A 出版だから A ムックということで出てます。値段がねちょっと高い、値段が、本体価格1400円プラス税ということで、今本屋さんで売ってます。アウトドア防災ブック、結構これおすすめかな、今すごいちょっと嬉しくなるぐらい感動してます。これ結構おすすめです。
富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。